も大変大きなツリーですのでね、右手に見えてまいりますのでちょっとね探してみてください。また右手前方、山の楽器というですね看板が見えているんですけれども、見つけていただけますでしょうか。キムレヤのパン屋さんの手前なんですけれども、こちらが銀座の中で今一番土地の値段の高いところとなっております。3.3 平方メートル1坪あたりの現在の土地の値段がおよそ1億6600万円ということです。こちらですね、山の楽器、三木本のところもですね、きらびやかですけれども、そして、山の楽器のところにもツリーが出てますね、大きなツリーが出てます。そして木村屋のパン屋さんの先です、石造りのレトロな建物、また下からライトアップされておりますが、こちらが和光デパートとなります、銀座和光です。この上の時計台なんですが、ちょっとね真下を走っておりますことからご覧いただきにくいかなといったところでございますけれども、この上に銀座のシンボル服部製鋼の時計台がございます。今年86年目の時計台でした、年が明けますとね87年目となっておりますが、なかなかね定時にこの下を抜けるということができませんので、和光のね鐘の音を聞いていただくというのもね難しいんですけれども、こちらですね、今でもしっかりとね銀座に時を知らせております和光デパートの時計台、服部製鋼の時計台、ちょうどこの右上となります。そして出てまいりましたのが銀座の中心4丁目の交差点、左手が銀座三越、そして日産の、ビルもですね左手前方に見えております。そして右手前方が3階ビルとなりますが、この2、すぐお隣の旧居堂というですね赤レンガの、建物ですが、ここがあのバブルの時代は銀座の中でも一番ね土地の値段が高いと言ってねとても話題になったところです。バブルの時代なので今から30年ほど前になりますけれども、その当時でですね 3.3 平方メートル1坪あたりの土地の値段、旧居堂のところで1億2000万となっておりました。お店の玄関のところですね、お客様が一番、踏むところなんですが、そこが一番、高かったそうなんですね。1億2000万ということでした。